こんばんは、ミネラルウォーター大勢伊藤です。今日はキビの天然水、こちらを紹介したいと思います。早速ラベルを一周してみましょう。こんな感じですね。実にシンプルなラベル。これは側面には何も書かれていませんね。ですね、採水池の前に高度が13、 pH が 6.4 ですね。採水池が岡山県吉備中央町、吉備中央町ですかね、製造者が株式会社安土 AKB。 こんな感じですかね。私この岡山県の水はたくさん飲んでますけど、岡山県吉備中央町、吉備中央町の採水製品は初めてですね。ちょっと今こう売り場で手に取った時には気づかない、岡山県産というのは気づいたんですけども、吉備中央町というのは初めてというのを今気づきましたので、ちょっと今興奮しております。初めて飲む場所の水っていうのはなんだかいつもこうドキドキするんですよね。今までこう経験したことがないものですからね。こんな感じですね。水自体の情報はちょっと書いてませんね。最近ですね、ネット通販でもこちらの製品結構どんどん出てきてる感じ、印象があるんですね。私自身はこの広島県でこれを手に入れています。西日本ではやはりこう出回ってるんじゃないかな。ただ東京ではまだ一回も見たことがありません。もしかしたらこれからスーパー等に並ぶかもしれませんけども、そこら辺はいちいちチェックしていこうかなと思っています。今ですね、手に入れるためにはですね、西日本、例えば岡山、広島、島根あたりのスーパー等でこう手に入れるしかないんじゃないかなと思いますね。それがもしできない方は通販で手に入れてみてください。多分ですね、それほど高くないはずです。安く売ってると思いますんで、通販で手に入れて楽しんでみてください。よろしくお願いします。あ、そうですね、これ実際飲んだ感想というのは非常に超軟水って、ここに書いてある通りですね、さっぱりしていてですね、清涼感があるというか、こうサラサラ感が強い。やっぱりグイグイ飲むのに向いていてですね、何でも使えるのがとてもいいと思いますね。例えば赤ちゃんのミルクとか、離乳食ですかにも使えますんで、もうどんな場面でも活躍できる、それがいいんじゃないかなと思います。興味のある方はぜひどうぞよろしくお願いします。